1年に 2,3 着買わない？買わない。買わない。10年で4着しか買ったことないですね。うん、だって。だって、すごく少なくない？皆さん、こんにちは。メカニック TV サポーターのうさぎです。本日も整備士や自動車業界の気になることを話していきたいと思います。ゆきさん、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日はメカニック TV のホームページに寄せられた視聴者様からの悩み、質問のお便りについてお答えしたいと思います。早速ですが読んでいきたいと思います。整備をするときには必ずつなぎを着て作業をすると思うのですが、ホコリやゴミなどの他にもオイルやグリスなどでつなぎが汚れてしまうことが多いです。私は自前のつなぎはお風呂で洗濯用の液体洗剤を染み込ませて手もみ洗いをしています。それでも汚れを落としきることはできず、1年で 2,3 着は新しく買っています。ゆきさんは1着のつなぎをどれくらい使い続けますか？洗い方をどうしていますか？という質問をいただいたんですけど、すごいね。私なんてあの茶色いつなぎ、うん、よくメカニックで、うん、あ、着てますよね。何年着てるか。あ、結構愛用されてる感じですね。もう超汚いしね。やっぱまだ穴とかは開いてないけど、つなぎなんてもう買ってないな。あ、最近のメカニックなんて2着のつなぎをひたすらローテーション。あ、そうなんです。え、そのつなぎは自分で洗ったりするんですか？自分で洗う。でも私の場合このメカニック TV で作業するときつなぎ着てるけど、まあそんな汚れる仕事しないんですよ、なかなか。あ、作業のね、また内容がね、重整備とかそういうよく汚れる仕事をあまりしないから、うんうん、そこまで汚れないんだよ。だからもう家の洗濯機で、まあ、他のやっぱとは一緒にはしないけど、つなぎはつなぎだけで洗うけど、うんうん、洗濯機で洗ってる。普通に回しちゃう、ゴンゴン。そんな汚れる仕事しないんだよね、メカニックっていう意味。汚れ、たくさん汚れてしまう仕事ってとても時間も、だから普段長くかかりそう。メカニック TV じゃなくて普段働いてる整備工場のやつは、まあ、会社がその洗ってくれるクリーニング屋さん、あ、提携してたりとか。そんな感じですかね。そうそうそう、ディーラーとかだったら多いんじゃない。私も最初ディーラー入った時はやっぱその日来たやつはもうクリーニング出して1週間後ぐらいに帰ってくるんだよ。だから全然すぐ綺麗になるし、まあ、ディーラーだから、お客さんにも接するっていう状況も考えてるから、年に1回2着とか支給してくれるん、どんどん。でなんか字が薄、やっぱクリーニングをさ毎回出すからさ字が薄れてきちゃったりするから、もうそういうなんか汚いっていうか古そうなやつはもう捨ててくれて、ちょっと破棄してくれる。そうそう、お客さんの前に出るからちょっとそこも気をつけてくださいっていう配慮がやっぱりディーラーにはあって、なんか年に2着とか夏用冬用とかくれるし、帽子とかも汚れたとか言ったら支給してくれたし、それも給料天引きとかもなく、もう支給品として。それで慣れて、私4年働いて民間行った時に、まあその松田のもつなぎなんて着れないじゃん、でまあ全部一着も持って帰ってこなかったんだけど、で自分でつなぎ買った時にやっぱどうしようと思って、こんな家で洗濯機母さんに怒られる。なるほど。まだ実家にいたんだけど、こんなんお母さんにすげえ怒られる。民家で働いた時に、あ、ディーラーってやっぱり良かったんだなってしみじみとそこにね、つなぎでなんか福利厚生のうちに入るのか分かんないけど、そういう福利厚生とかやっぱちゃんとしてんだなと思って、やっぱ家の洗濯機でも他のとは洗わないとして、やっぱこういう普通の洗剤じゃ落ちないんだよ。あ、やっぱそうなんですね。お母さんが怒って、お母さんのなんか頑固汚れ専用みたいなさ、作業服専用みたいなやつを買ってきて洗ってくれたりとかしてたけど、やっぱもうなんつうのかな、オイルとか染み込んだやつをさ、家の洗濯機で洗ったらなんか親的に超嫌じゃん。まあその私いまいちピンとこないですけど、そのオイルっていうのが、やっぱり結構ない、結構汚いだろうね。グリスだったらもっと汚いし、でまあ一応民間でも、工場の中に洗濯機がある工場とかすごい多いよね。あ、もうそこで洗える。普通の洗濯機だけどそれで洗うとか、家で洗うっていうのは、これがでもお風呂で手もみ、偉いね。私お母さんにぶん投げて、ね、で1年で 2,3 着新しく買ってるって、結構これはじゃあ多い方なんですかね。すごいと思う。何の作業してんだろう、何してんだろう。
結構たまになんか引っ掛けて破いちゃったりとか袖とか破いちゃったりとかするんだけど、まあ破けたらそりゃ捨てたりするけど、うん、でも1年に 2,3 着買わない？買わない。買わない。10年で4着しか買ってない、うん、だってだってすごく少なくない？ちょっと待って、なんていうの、ディーラーだったっていうのもあるよね。あ、そうだね、初めはね。だって整備士の卵っていうか、まあ、就職しました、うん、次につなぎなんて買ったこともないよね、やっぱメーカーだし、うん、だから、まあ、ディーラー辞めた後に、まあ、メカドラ始めて4着ぐらいしか買ってないし、そのうち2着なんて未だに着てるし、ね、大事に着てると捉えていいのか。ね、私の場合は、あ、なんつうの、このコメントくれた人がどうかわかんないけど、うん、なんつうの、お客さんの前に出ないっていうことが大いに関係あると思うんだよね。お客さんの車を、特にメカドルとかそうだけど、お客さんの車をいじってるっていう状況じゃないじゃん。だからどんなに汚くてもどうでもいい。お客さんがどう思うかっていうのは結構重要じゃん、整備士してると。うん、いや今日私そのあんまりその整備士さんがこう、まあ、昔車乗った時にそのわざわざ来てっていうのは まあ、あったかの覚えてないですけど、汚かったら嫌だよね。営業マンのスーツが汚かったら嫌だって、信用ない。けど正直私はちょっと普通の人と違うのかもしれないけど、汚れるのが当然だと思っちゃう人だから、汚れてたら朝業すごいしてくれたんだみたいな感じに捉えちゃう人だった。だからあんま気にしなかった。そういうのはありがたいよね。私だったらなんかすごい汚いのさ、それで産後乗りますみたいな。整備士やってる私が思うからね。私大雑把だから全然気になかった。そのつなぎで乗りますみたいな。本当に、あ、まあ、だからやっぱお客さんがどう思うかっていうのがまあ第一だとはして、まあ、人によって違う。で、うん、このコメントくれた人はどうかわからない。こうやって、ね、意識が高くていいですよね。こういうなんか汚い汚れとか強い汚れを落とす洗剤とかが一応あるから、うんうん、まあ、職人さんとかも多分自分で洗ってる人とかもいるから、整備士だけじゃなくて洗顔汚れとかオイル専用の洗剤とかあるから、まあ、それ使うと大体は落ちる。なんかスタッフ調べによると、うん、一般的には水洗いで泥や汚れを落とし、液体洗剤を染み込ませてもみ洗いやブラシ洗いで油汚れなどを落とすようです。あ、じゃあこの人合ってるんですね。また、また50から60度のお湯に液体洗剤を加えた液体にバケツをつけ込むと、バケツを汚れ液体にバケツ、うん、だからつけ込んで洗えってことですよ、うんうん、を汚れが落ちる。他にもワーカーズやガッツエースなど専用洗剤もあります。だからまあ民間でだからクリーニングとか出してくんないったらこれをするしかないからね。うん、なるほど。めんどくさいそうですね。だからもう汚れたら捨てて1年で 2,3 着買うっていうのが、まあ、法律いっちゃ法律いい気するけどね。うんうんうん、そうですね。そのまんま使うより新しい新品で、だからもし就職考えてる、転職してるっていうのはこういうところもちょっと頭に入れて就職活動とかすると、うんうん、より自分が仕事終わりにつなぎ毎日洗わなきゃいけないから結構辛いかも。確かに結構しんどいかもしれない。手洗い、お風呂が、でお風呂のこの浴槽超汚れんじゃん。で浴槽も洗うって考えたら、うん、ちょっと確かにちょっとしんどいかもしれない、ね。うん、だからもし自分が働く先がどういうのかっていうのも、まあ、ちょっと、まあ、シアトルのね、うん、あれに考えた方がいい。私は絶対だもん。はい、ということで本日のまとめはこちらです。本日もありがとうございました。最後に質問くれた方に一言メッセージお願いします。これみんなはどうしてるんだろう。結構整備士で見てる人多いでしょ。そうでしょうね。会社もらってくれないっていう場合どうしてるかちょっと聞きたいな、ね、確かにコメントでお願いします。メカニック TV では整備士にまつわる悩み相談を募集しています。メカニック TV 公式ホームページや YouTube のコメント欄からお気軽に投稿してください。本日もありがとうございました。メカニック TV 最後まで見てくれてありがとう。なんかね、うさぎさんからお願いがあるらしいよ。はい、チャンネル登録やいいね、あとチャンネル登録の子にあるベル